はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めて聞きたいと思います。今回は、電気ブランですね。以前飲んだ電気ブラン。だいぶ昔に飲みましたけどね。それとは違って、前飲んだ電気ブランは、どっかにあった気がするんだけど、あ、これだな。絵柄が違うんですね。まあ、絵柄だけじゃないんですけど、度数が違う。こっち。この古臭い方は、40度。ですね。こっちは30度。です。値段が、こっちは安い。まあ、こっちもどっちも安いんだけどね。こっち800円ぐらいだったかな。安いです。ね。まあ、電気ブラン。こっちの古臭い方は電気プランオールドという、まあ、名前で、一応正式名称はね。通常の電気プランはこっちということになってます。まあ、電気プランね、美味しいんで、安いしね。で、こちら、ジムビームの買った時についてきた。ね、今日買ってきたんですけど。ステンレス製のね、まあ、タンブラーという感じでしょうか。しょっぽいです。ものすごくチャッチーですね。ステンレス。これで、とりあえず、ね、ロックでいただきたいと思います。ね、まあ、電気ブランはね、秘伝の、あれなんで、レシピが秘伝なんで、ね、なかなか。まあ、ブランデーベースのリキュールとなってます。ブランデーやワイン、ジン、ベルモット、キュラソーなどのカクテルとなってますね。ブランというのは、ブランデーから来てるという名前はね。まあいいや。とりあえずロックでいただきたいと思います。乾杯。甘い。電気プランはかなり甘めの、ね。甘くて、味はね、簡単に言うと、陽明酒の味がすっごいします。ほとんど陽明酒じゃないのっていう。薄い、若干薄めた陽明酒って感じですか。これがね、まあ、電気ブラン。こちらがね、結構、ハマるんですね。これはね、結構ね、美味しい。でも、ロックよかストレートの方がうまいかな。これは。ロックだとほとんど甘さが感じられないですね。ストレートだとだいぶ甘いんですけど。これをチェイサーを、ね、チェイサーと一緒に飲むと美味しかったり。結構美味しいですね。まあ。ね、今日ね、このジムビーム、これ付きのジムビームを買ってきたんですけど、本来は、テキーラ買う予定だったんですけど、テキーラ売ってなかったんですね。俺の、ね、まあ、売ってるというか、テキーラの100%アガベっていうやつのテキーラがね、高くてね、2500円のやつは売ってたんですけど、高いのしか売ってなくて。だから、ネットで買おうかなと思うんですけど、ネットだと まあ、
クレジットカードがいるんで、うん、楽天市場とか、あれ大体クレジットカードが代引きなんですよ。だから代引きでもいいから買うかと思うんですけど、うん、まあね、まあ代引きだと家にいなきゃいけないんで、代引き手数料もかかるしね。うん。そこが、まあ、ネックではある。ですが、まあ、うん。まあでも安く手に入るんで、1000円ぐらいのね、1500円以下のやつが楽天で売ってたんで、それ欲しいんですけどね。うん。これね、見た目はね、なんかね、どうですかね。まあ、かっこいいかどうかはまあ別として、かっこいいと思って買ったんですけど、いざ買ってみて、るとね、ものすごくしょぼい。特にこのね、底を見るとね、もうなんか、すっごい、チャッチーね、あの、ペラペラのね、ステンレスということがわかるんですけど、ものすごくしょぼいです。うん、でね、おまけにね、ここあるでしょ。この口つける部分。ここがまたひどくてですね。こう口つけて飲むじゃないですか。で飲むと、ここの部分が結局、まあ、丸くなってるんで、ここにね、あの、口つけてここ飲むじゃないですか。で、そうするとここにね、この液体がこう、伝うんですよ。で、ここら辺がなんか、ピッチャーって言ってる意味は多分わかんないと思いますけど。まあ、少なくともこれが結局カールしてるわけじゃん。この口の部分がね。丸くこうカールするわけでしょ。だからここにね、隙間があるんですよ。ここに溜まっちゃうんですよ。表面張力で。ね。酒がね、ここに、ブワーっと。まあ、所詮。まあでも、所詮って言ってもね、ね、これはしょぼいです。うん。これ思いっきりこれ握れば多分、変形するぐらいのしょぼさなんで。まあ、やっぱね、最近買ったのでいいのは、あの、ウイスキーの、あの、バランタインのロックグラスが良かったね。あれをしっかりしてた。まあ、電気ブランに関しては、まあ前回、まあだいぶ昔ですけど、いろいろ説明しましたんで、まあ一応ここにね、後ろに、なんかいろいろ書いてあるんで、これ読みます。浅草ロマンの味。電気ブランは明治の頃から、浅草の代名詞とされてきたお酒です。ブランデーやワイン、ジン、ベルモット、キュラソー、などのカクテルで、その処方は未だもって秘伝となっています。いわば、夢のカクテールと申しましょうか。明治の頃はまだ電気が珍しく、まあ、新しいものというと電気何々などと呼ばれ、電気ブランはハイカラなものとして、人々の大きな関心を集めたものです。温かみのある琥珀色、まろやかな甘さ、今も昔も変わらぬその味わい、そのままよく冷やすか、氷塊を入れてオンザロックでお召し上がりください。浅草ロマンの味をあなたの舌でお確かめくださいとなってます。こちらは浅草にあるなんだっけ、神谷バーというところの発祥のお酒みたいなんですけどね。ちょっと、あの、電気ブランオールドと、ちょっと飲み比べてみましょうか。ね。神谷バーだったかな。神谷活心流の、あれですね。あれのバーです。うん、でもやっぱりあれだな。
でも基本的にこれは多分、俺としてはロックでやるよか、ストレートの方がいいですね。さすがに度数40度のやつをストレートで飲むわけにも、まあ行くは行くんですけど、ちょっときついんで、やっぱり、このね、安いやつの電気ブラの方が、度数30度のやつの方が非常に飲みやすくて、おすすめ。うん。だと思いますね。うん。これがね、この甘さがまたね、すごい。うん。いいんですけども。うん。これがね、水とチェイサーと一緒に飲むと、ものすごく、ね、味がこう、甘さがこう、うん、感じられていいと思うんです。が、まあね、そこら辺は、まあ安いですからね。800円ぐらいで。売ってますから。うん。まあ、浅草にいる人は多分、よく知ってると思いますよ、これは。電気ブランは。うん、電気ブランはね。電気ブラン。うん。ね。これいいですよね。神谷バー。行ってみたいな。てか、この神谷バーのこの、あの、ショットグラスが超欲しいんだけど。電気ブランド。ちなみに、神谷バーのショットグラス。シングル、ワンショット。で、値段が確か260円。ですね。で、電気ブランドのオールドが、いくら ?360 円か。うん。となってますね。うん。飲み方、基本的にはよく冷やしてストレートで飲む。神谷バーでは注文すると口直しの氷水のグラスと共に運ばれてくる。さらに同店では生ビールをチェイサーにして交互に飲むことを勧めてくる。いる。人によっては黒ビールと合わせる場合もある。これがね、俺そうだ。これ超うまいのが、この生ビールとチェイサーで飲むとめちゃくちゃうまいんですよ、これ。知ってました?俺これ前、電気ブランオールドの一番最初に飲んだ時に、確か俺生ビールとチェイサーで飲んでた気がするんですけど、すげえうめえんだ、これ。マジで。あのね、生ビールの苦味とね、結局、ストレートのまず飲むじゃないですか。で、飲んで甘いってなって、で、苦味がまた、で、生ビール飲んで苦い。で、また飲んで甘いみたいな。それでグイグイいけちゃうんですよ。ね。これがね、うまいんだ。マジで。本当に。これ半端ないですよ。これ。マジこのさ、電気ブランのさ、ショットグラス欲しいんだけど。ショットグラスググってみようか。で、かといって、まあ、電気ブランのビール割りっていうのもあるんですけど、個人的にはそれよりかは、やっぱり別々に、ね、チェイサーとして飲んだ方が非常に美味しいとは、俺は思うんで、うん。ね、ぜひ、まあ、そうですね。うん。ぜひ。あ、1990円で楽天で売ってるわ。電気ブランの30度と40度セットで、プラス電気ブランロゴ入りミニグラス。あ、俺これじゃないんだよな。このグラスじゃないんだよな。このグラスじゃなくてもうちょっとシンプル、神谷バーで、ね。のグラスが欲しいんですよ。このさ、この金色のさ、神谷バーって書かれてる、
グラスが欲しいんですよ。無理か。多分無理だな。神谷バーのやつは多分、これ、店内限定だろう。おそらく。多分、ヤフオクとかで売ってねえかな。神谷バーでググるか。神谷バー。で、ヤフオクでググると。あ、売ってない？え、売ってるこれ。なんか、ようわからん。グラス売ってるな。ダメだ。売ってない。電気ブランでいい。電気ブランでググる。ヤフオクでググると。ほんとさ、ヤフオクさ、すっげえ見にくくなったと思わない。見にくくなったと思わないっていうか、事実多分見にくくなってるんだけどさ。まあ、ヤフオク使った人は多分わかると思うんですけど、すっげえ見にくくなったんですよ、ヤフオク。うん。あ、そうだ、関係ないけど、あの 1.8 リットルのね、あの電気プランも売ってるんですよ。これのね、30度のやつだけど。これも、値段が、1000。だってこれが 720ml だから、1214だから。まあ、1800円ぐらいで売ってると思いますけどね。うん。あー、ダメだね。売ってないっぽいね。なんかすごい、しょっぽいグラスは売ってるわ。しょっぽいっていうか。なんか、バカバカしいグラスは。もうちょっとレトロチックなグラスが欲しいんだけどな。個人的に。電気ブランハイボールとか。ストレート。ロック。電気ブランジンジャー。紅茶の香り付けにって書いてあるね。オノエングループ。これやっぱストレートで飲むべきでしょ。俺としては。はっきり言って。うん。あ、電気ブラングラス売ってる。どここれ。神谷バーで売ってるっぽいね。くっそ。神谷バーで売ってんのかよ。あ、神谷バーで普通にいろいろ売ってるわ。電気ブランのシリーズ。電気ブラングラスが、これ何個入り ?800 円とかって書いてあるね。何個入りか知らんけど、1個800円かな。ショットグラス。グラス欲しいんだけど、電気ブラングラスちょっと欲しいんだけど、マジで。欲しいんだけど、神谷バーって金色の文字で書かれてるグラスがあるんですけど。神谷バーに電話してみるか。欲しいんだけど、どっか売ってるサイトないですかねみたいな感じで言うと、わーいみたいなことで言ってくれる、送ってくれるかもしれない。ちょっと電話してみようかな。ガチで。神谷バーのオンラインショップみたいなの、ないかな。神谷バーのサイトの神谷バーのサイトが、あ、じゃあね、売店があるっぽいね。神谷ワインっていうのもあるっぽいね。オリジナル灰皿とか。あ、電気ブラングラス2個で800円だって。神谷バーのところで行けば。安いっすね。1個400円で買えるんだ。いいなぁ。多分、オノエングループサイトで、商品情報。電気ブラン。
オンラインショップ。無理かな？多分売ってないかな？グラスは売ってないっすね。ダメか。あ、ちなみにこの電気ブランは 360ml のやつも売ってるんで。まあ多分、むしろそっちの方がレアだと思うんですけど。あんまり売ってないですよね。ね。まあ。やっぱ売ってないか。この、オリジナル、ワイン、電気ブラングラスが欲しいんだけど、アマゾンで売ってないですか？売ってるわけねえか。くそ、売ってないか。売ってないよな。売ってない。あ、売ってるとしたら楽天だな。このしょっぽいグラスいらないんだって。おい。あ、抽選で、電気ブランとオリジナルグラス、プレゼントキャンペーン。いや、だからこれいらないんだって。このグラスはいらない、しょぼいの。こんなしょぼいグラスいらないんだよ。ショットグラスに足がついてるやつなんですけどね。すげえかっこいいんだよ。超欲しい、これ。電気ブランと、東京まで行って買っとこうかな。普通に買えるやつはすっげえしょぼいやつなんですよ。しょぼいっていうかなんか、白の文字で書かれた電気ブランって書いてあって。くっそ。でも足も何もついてないんですよ。ワイングラスの足みたいなのがついてるやつなんですけど。俺が欲しいのはね。このグラス超欲しいわ。電気プラン。浅草一丁目の一番の一号だってすげえ。神谷バーのある場所、浅草一丁目の一番の一号だよ。すごいな。牡蠣の唐焼きだって。電気ブラン専用グラス買った人いるな、この、あのブログに。くそー。超欲しいんだけど。くそったれ。やっぱ専用グラス、うわ、専用グラスってこのくそ。クソ専用グラスかよ。バカじゃないの。ダメー。ダメだ。売ってない。ヤフオクに売ってんのは、なんかすげえしょぼいやつだ。しょぼいグラスの方だ。ダメ。こんなのいらないよ。いてててててて。手首がさ、腱鞘炎で痛いんだよ。ほんとに。パキパキなるんだよ。パキパキなっちゃうんだよ。なんか知らんけど。かっこいいよね、これね。このショットグラスね。足ついてるし。金色の、神谷バーって書いてあるやつ。かっこいいんだけどさ。神谷バー行ってこようかな、神谷バー。マジで。ちょっと神谷バー電話してみっか。あえてこの放送でちょっと電話してみる。神谷バー。ちょっと電話してみます。今、22時59分。
やってるでしょう。さすがに。03の3841。ちょっと、電話しまーす。みんなに聞こえるように。出ねえぞ。お、まさかもうやってないパターンなわけねえよ。11時で閉店するとかねえよ、さすがに。え、出ねえんだけど。あれ？バカな、出ない。そんなはずはない。アクセス。あれこれ。03-3841-5400 合ってるはずなんだけどな。え、22時までしかやってねえ。終わった。うっそ。22時で閉店すんの。それはねえろ。くっそ。マジで。隅田川の近くですね。22時。一応酒だよな。しかもバーだよな。バーで22時までやってないとかある？それ。俺バー行ったことないかわかんないけどさ。そういうもんなんですかね。わかんないな。マジかよ。ショック。ショッキング。まあ、多分売ってないです。多分問い合わせて、どっか売ってくれるとこないですかねって言っても多分無駄だす。無駄ですね。おそらく。コク。コクはまあ普通？甘みが結構ある。香りも結構ある。てかかなり香りがどぎつい。どぎついですね。陽明酒ってあんま飲んだことない人いると思いますけど。それに非常に近い。344。あ、じゃあ、3455ですね。はい。これはうまい。個人的に電気ブランのオールドよか、美味しいから。うん。ちょっと、アルコール臭がするんですよね。オールドの方。これ、こっちはね。度数高いんで。でも、それがなくて、非常に美味しく飲めるんではないかと思われます。ご視聴ありがとうございました。